V403SH は、シャープが開発し、ソフトバンクモバイルが販売する、PDC 方式の携帯電話端末である。V402SH の後継機というよりも、V501SH と V302SH を合わせたというような位置づけである。V402SH は、アナログテレビチューナーを搭載するなど、高機能性を目指していたのに対し、V403SH は、 テレビチューナーを搭載せず、代わりにファッション性を重視している。そのためデザインを追求し、開発時にデザイン事務所の人間の協力も得ている。購入層として30から40代の女性を想定し、スクエアボディによるコンパクトなデザインと背面液晶周辺のストライプ模様によるヨーロピアンモダンなデザインをアピールしている。二千六年六月に発売された新色は、 インモールド成形を用いてシックなデザインとしている。新色のモデルも機能や仕様は既存色のモデルと同等である。既存色と新色のモデルでは背面のボーダフォンの位置が異なっている。キャリアがソフトバンクへ社名変更したことに伴い、本体に表記されたキャリア名を変更したモデルソフトバンク 403SH も発売された。 403SH のカラーバリエーションはブルーとベージュのみである。V403SH は2006年12月よりプリペイド形態としての発売も開始された。クロスベージュはファミリーマートのみ、レッドストライプ、ブルーストライプクロスブルーはソフトバンクショップ、ソフトバンクカウンターでの販売に限られた。後にソフトバンク 403SH も プリペイド形態としての販売が開始された。ページはコンビニエンスストアのみでの取り扱いとされた。取り扱いコンビニエンスストアはサークル系サンクスおよびファミリーマートであった。ありがとうございます。